ガルガーネガは、イタリアを原産地とする白ワイン用ブドウ品種の一つである。イタリア北部のベネト州で広く栽培されており、とりわけ、ベローナ県やビチェンツァ県で県庁である。イタリアでは、白ワイン用品種として、第8位の栽培面積を占める。ガルガーネガは、ベネト産の白ワインであるソアベの中心品種であり、またガンベンラーラでも多くブレンドされて使われる。 2003年と2008年に行われた DNA 解析によると、シチリアで栽培されるグレカニコドラートと同一品種であることが判明した。なお、それ以前からガルガーネガとグレカニコの間には、王、果実、葉などの類似性が指摘されており、関連性の高い品種であろうと考えられていた。ソアーベにおいては、ガルガーネガは70から100%使用される。残りは、 トレッピアーノやシャルドネがブレンドされることが多い。基準の厳しいソワーベ・クラシコにおいては、レモンやアーモンド、スパイスのような香りを持つ繊細なワインとなる。ソワーベ以外でも、ガンベラーラ、ビアンコディ、クストーザ、コディ・ベリチ、コディ・ウガネーなどの DOC で使われる。ベネト州以外でも、ウンブリア州や、フリウリ・ベネツヤ・ジュリア州で一部生産されている。シチリアでは、 グレカニコドラートの名前で栽培されている。果実の成熟は遅く、作られるワインには鋭い酸味がある。ガルガネーガの生育は遅めの傾向があり、樹勢は非常に強い。ソアーベ・クラシコの生産域から外れた肥沃で平坦な。ガルガネーガは酸が強いため、レチョートのような10年以上の長期熟成が可能な甘口ワインの生産にも適している。 2008年に発表されたイタリアでの研究により DNA 解析によってガルガネーガとその他のイタリアのブドウ品種と近縁であることが示された。これら品種の中にはガルガネーガを親に持つものもあると考えられる。しかしこれら品種の正確な関係性については結論が出ておらずガルガネーガの親にあたる品種は特定されていない。興味深いことに上記の7品種は イタリアの南部から北部まで広がっており、トレッピアーノとスカーノに至っては、イタリア国境を越えて栽培されている。このことから、カルガーネガは、イタリアの白ブドウの系譜を読み解く上で鍵となる品種であると言える。ありがとうございます。